男性向け福袋3000円分を、何これ、本番いきます。もうやっちゃいけカメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。去年さ、1月1日に買ったような気がするんですけど、クリスマスに福袋出てたんですね。というわけでですね、迷うことなく羅針盤さん行ってきました。去年のですね、羅針盤も監督3000円分購入してきました。買わないわけないよね。だってこんなにアニメにハマってますからね。もう楽しんで楽しんで仕方ない。というわけでこちら、羅針盤2022年男性向け福袋3000円分を購入していただきました。早速ですね、重いんだよ。こう地下鉄でね、体で持つんですけど、まあ重い。何が入ってるのでしょうか。ちなみにテープがっつりこう貼ってるんですけども、ちょっと見ると、一番艦金剛開示っていうですね、戦艦がモチーフとなったですね、アニメのフィギュアが入っているのが見えました。で、もう一個他のやつ見たんですけども、呪術廻戦のフィギュアが入っておりました。呪術廻戦言えない、呪術廻戦は全然ハマらなかったということがありましたので、こちらのですね、戦艦の方を買って、というわけで早速開けていきたいと思います。3000円分の福袋なんですが、こちらにですね、500円値引きが3枚入っております。2000円以上お会計で500円値引きが使えます。こちら2月6日までということで、まあ期限は短いんですけども、最低でも1枚は使えますね。でこちらはですね、大切に保管して7月8日以降の羅針盤いきたいと思います。去年の羅針盤結構ね、いっぱい入ってて楽しかったんで、まあ、今年もやっぱりね買いましたね。まあ、あとこの割引なので、まあ、実質全部このポイントを使えば1500円、安いでしょう。監督なんですけども、今年アニメをめちゃくちゃ見ましてね、ちょっと待てよ、今説明してんだから。もうこの子がですね、段ボールとかこういう系を探りたがるんだよね。中になんかぬいぐるみがあったらあげるから、ね、あんま好きじゃないキャラクターだったらあげるから、ちょっとそれまで待って。ですね、鬼滅の刃を見てしまったことか、実写とかドラマとかに全くですね、興味を持てなくなってしまいまして、もうアニメばっか見てました。今年見たアニメですね、ちょっとこっちに手出しておく。はい、というわけでですね、まあ、鬼滅の刃から始まって、今ですね、ワンピースね、61話までですね、開けていきたいと思います。まずね、でかいの、あ、箱のね、じゃあこの箱のやつからいきますね。まずは一つ目、ダーン、センコレ、じゃあセンコレだね、カンコレだ。カンコレは確かにアニメ見たと思うんですけども、まあ、正直あまりハマらなかったという中古未開封品となっております。多分結構昔のものだと思います。ダンちゃん見せたので、こちらを使って開けていきたいと思います。お、おお、はい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 、なにこれ、なにこれ、初めて、なにこれ、どういうやつこれ。あー、なるほど、これ立てるやつだ。そしてそして、え、なにこれ、なんかスターボールとハンソロみたいなやつ。あー、なるほど、これで立てるんだ。でここでハンソロになるみたいな。い、違うよ、ハンソロにはならない。でこちらでございます。この方はお名前は何と言うんでしょう。金剛なのか金剛なのかわかんないですけど、金剛開示。え、こんな名前する、いや多分違う、絶対違うね。振り仮名振ってほしい。ハンコレはね、キャラクターがねめちゃくちゃいてね、名前なんてね、こちらでこうして、あー、斬新なフィギュアでございます。どういうやつかこれ、こうこうやってハズソルじゃねえかよ、これ。なんすかね。でもなんかね、斬新なフィギュアでいいですね。普通にこう立てかけて、こう見えるんでしょ。ああ、ありですね。フィギュアの新しさを感じました。はい、次行きましょう。こんな感じでありますね。わ、めっちゃ入ってる。でかいやつから行こうか。ででん。え、なにこれ。ゲームのアイデンティティ5。やってねー。次、知らないキャラクターはですね、ああだこうだ話を伸ばしても意味がないので、もう次々行っちゃいます。あ、でかい。これノートかな。でん。メタデー、コナン。自由帳。コナンか。コナンは、ま、ちょっと、ノータッチでお願いします。え、なんか本入ってるよ。てでん、てんてん。名探偵コナン多いな。FO、スケッチブック、アムロ、トール。自分はですね、トールって言うんですけども、同じ感じですね。スケッチブック。次、でかいのからいくよ。なんか長い。てでん、おお、鬼滅の刃、いいね。これは使えますね。炭治郎、禰豆子、善逸と伊之助。これはメモ帳でございますね。使わせていただきます。まあ、こういう感じですね。こちら、これはね、あっても全然いいわ。これは嬉しいですね。次、でかいやつからいこう。てでん。鬼滅の刃、善逸のノートブック。あ、俊太郎。鬼滅の刃からったらね、マジで本当に日が暮れんで、もう語りません。そもそも、監督はね、鬼滅のアニメにハマったきっかけが鬼滅の刃。もし鬼滅の刃を見ていなければ、多分この動画チャンネルもアニメなんて一切ですね。はい、次。お、炭治郎の、これは炭治郎禰豆子のベリベリにへばりついて剥がれた。何これ、こういう感じで開けて、ね、何を言えるものこれ。こういう感じになっておりまして、上と下をここにつけてパチンパチン。え、これ何入れるの、めちゃくちゃガードが薄いけど、マルチペンケース、なるほど。ただね、これペンケースでもこれ開けた瞬間ばらけるけど大丈夫。はい、次、バーン。名探偵コナン多いんですけど、クリップセット A。 次、高っ、748。ちょっと待って、コナン多い。はい、コナン、いや、コナン 3D ワールド、レンズの効果で絵柄を売ってる 3D シート。ちょっとこれ気になる。ハイバラ、ハイバラ、動画だったら見えるのかな。
肉眼で見るとめちゃくちゃ 3D 化してますね、灰原。あー、灰原懐かしいな。このケース、はい、こちらですね、コナン好きだったら嬉しいけど、ちょっとコナンはね、対象外でした。次、はい、カードファイト、ヴァンガード。わー、知らねー。110円、安っ。やりたいんだけどね、さすがに周りにいねで、誰かカードバトルしようよ。はい、次、待って、知ってるやつがいいな。じゃーん、たたたた。動物の森はやってねー。カード組、賞味期限2021年1月。やばいやばい、急げ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 。カード、ネズミの子、サラ。食べよう。いや、グミ食べるの久しぶり。サクランボ。次行こう。アスタリスクプレチャスメモリーズ。わかりません。次、はあ、コナンかよ。コナンのトレーディングアクリルキーホルダー。次、待って、コナンやめて。もうコナンダン。お、鬼滅の刃トレーディング缶バッジ謎解き全7種。はい。お、ねずこ。こういう缶バッジって実はね、監督一個も持ってないんですよね。ねずこでございます。次行こう。なんかカードが多いんですけど、でん、ハイスクール DD プレシャスメモリーズ。知らない知らないな。でもね、このアニメ名前は知ってんで、今後見るかもしれないんで、これはね、まだ開封しないで置いておきます。次、なんだこれ。はい、コナン。コナン、ちょっと待って、コナン多くないか。何、もうコナン、いやもうコナンやめて。次、コナン袋だねえかよこれ。ちょっと待って、なんかなんだこれ、なんかいっぱい入ってる。あ、1個か。でん、コナンじゃなかったら嬉しいんですけど。あずさ、中野あずさ、なんのキャラ、なんか聞いたことある名前だな。なんだこれは。慶応、あのなんかキャンプするアニメ。ゆるキャンかこれ。ちょっと待って、どういうグッズかちょっと当てさせていただいてよろしいでしょうか。あー、でもコンビニとかでもらった、でもあれさ、カバーついてたよね、確か。紙カバーついてた。まあ、これに置けば、全然熱くない。で、ごくごくいけるというわけです。あ、やっぱ軽音じゃん。軽音ですね。中野あずさのボトルを温かくするキーホルダー。次、これはなんだこれは。でん。まだ出てきたよ。同じの出してくるの。このグミはちょっとまた後で食うよ。シベリア。次、あべー、コナン袋だぞ。え、なにこれ。でん。カービーの食べ物これ。パフューム。リップ型ボールペン？情報量が多いぞ。リップ型のボールペンで、かつなんか粒々が中にこれ入ってるんですけど。何これ？おー、こういうこと。いや、でもこれ持ってたらビビるよね。なんでお前リップ持ってんねん。いや、ボールペンですから。いや。これはちょっと使いづれえな。むしろこれターゲットどこ？しかもこのキラキラの意味。あ、もう星のカービィだからっていう。いや、わからないな。次行こう。カードが多いな。ちょっと2個カードいきます。でん。出るの来てほしいな。シュート、宮崎、ファーストトレーディング。シュート、宮崎、何のキャラですか？わからねえ。シュート、宮崎、何のアニメかわかりません。で、次が、目隠し団アニメ制作部。ちょっとわかりません、次。やべえ、全然わかんねえぞ。なんかまたペンっぽいのが出てきたぞ。でん、クルトが、芯が回って尖り続ける、ツイステッド・ワンダーランド。あー、なんかよく聞きますね。1045円もします。なんかめちゃくちゃすげえ。これ嬉しいね。1045円です。これ嬉しいよ。こういう時に、この蝶を使えと。シャープペンですね。芯が回って尖り続ける。この先の部分になんか特殊加工がされておりまして、常に細い字が書けるというわけですね。これは使えるね。でもシャープか。まあいいや。ちょっと待って。もう分かったよ、これも。はい。いや、ターゲットどこ？次行きましょう。これはなんだ？紙ですか、これ。厚紙ですか。はい。お、ディララ2。見てないんだけども、ちょっと気になるアニメです。次行きましょう。なんかまたペン。はい。お、いいねー。炭治郎のペン。あ、こういうの嬉しいね。もう実用的かつ知ってるアニメ最高でしょ。鬼滅の刃、ひらがなです。そしてこれは？お、ボールペンいいよ。黒ですね。あ、これは普通に使う。あ、ペンケースに入れて使います。次。ちょっと待って。またペンだぞ。これはペンだな。でん。おい、コナン、やめて。ラバーン、蛍光ペン。いや、もうコナン。でん。あれ、なんかさっき出たよ。あれ？同じの2つ来たんですけど。次。やばい、数が少なくなってきたぞ。でん。ブリーチ見てないんだよ。フルカラーポーチコレクション。次。ブリーチも見たいんだよな。ただやっぱこちらもめちゃくちゃ長いだろうな。あ、これはね、頑張って。でん。トレーディングカード。お、鬼滅の刃。あ、謎解き来たまた。多分これ謎解きゲームの景品だね。レアリティが高いのかな。だから熱語以外でお願いします。はい。うわ無限だっけ？違う。残影だっけ？違う。あれ？やべ。誰だっけ？無惨！無惨だよ。無惨様。これ消しゴムだろ。やっぱり。こんな、来た！トール来た！
これ絶対飛ぶでしょ。はい、198円。いや、コナン多いな。うわ、また消しゴム。いや、コナンだよ。もう4つできるよ。コナン、コナンの消しゴム。やっぱコナン名探偵や。あ、終わりですね。ちょっと、はい、というわけでですね、まあでも商品としてはめちゃくちゃあります。カービィが落ちた反復ポイントとしてはですね、まあちょっと、まあ、ただね、やったなと思うのは、いや、嬉しかったのはやっぱりこれですね。鬼滅の刃メモ帳と鬼滅の刃ボールペン、あと1000円以上する尖るシャープペン、まあ、あとグミ良かったね。コナン多いな。はい、メモ帳これも良かったね。いや、あとやっぱりこの、これやっぱ一番良かったかもしれないね。フィギュア好きとして、今回の羅針盤はですね、こういった形になっておりました。まあ、ただね、まあ、監督が思うに羅針盤っていうのはですね、こちらがメインですから、まあ、これをね、今後ね、お安く欲しいフィギュアを確実にゲットしていきたいと思います。これちょっと語りたいと思います。今後なんですけども、アニメ福袋をたくさんゲットしたいと思います。まず、アニメイトの、あと、駿河屋、マンダラケ、ゲーマーズ、ジャングル、まあ、あと、ブックオフあんのかな、フィギュア福袋。まあ、最大で6つアニメ福袋を開封していきたいと思いますので、興味がある方はですね、ぜひともチャンネル登録をして動画更新をお待ちください。自分の好きなアニメをですね、語っていきたいと思います。本当にね、好きなアニメはもうガチガチに語っていきたいと思いますので、ではまた次の動画で会いましょう。開けて、開けて、何なんて、なこれは、これは、これは、